はい、ツイキャスの皆さん、こんにちは。まもなくサザンブリーズ始まりますので、よろしくお願いいたします。はい、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けいたします。木曜日の担当は私、 FM ギノワンのチャローごと、キャンがお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。この後午後6時まで1時間ほどお付き合いください。はい、本日はですね、久しぶりトロピカルビーチのですね、サテライトスタジオよりお送りしておりますので、皆さんぜひぜひメッセージ等々よろしくお願いいたします。で、今日のテーマなんですけど、テーマは、秋。実は沖縄はまだまだ暑いんですけど、僕は帰るのが夜中になるので、実はちょっとね、もう秋めいてきたなと、ちょっと秋を感じているので、沖縄でも秋を感じている方、本土にいて秋を感じている方、皆さんぜひですね、はい、メッセージを送っていただきたいと思います。では今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com FM ギノワンではですね、電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック。スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。はい、と言いましてね、今日もですね、1時間お届けしてまいりますが、本日はですね、素敵なゲストさんも来ていらっしゃっているので、後ほどご紹介してですね、お話を伺いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速1曲目に参りたいと思うんですが、本日1曲目ですね、ちょっと最近僕の方が手に入れて気になっている曲があったので、ちょっとこちらを紹介したいなと思うんですけど、なかなかね、彼女がこんな歌い方をするのかっていうので非常にびっくりしたので、はい、ちょっと皆さんもね、雰囲気としてイメージつかないと思いますので、ぜひまずは聴いていただきたいと思います。テイラー・スウィフトで Look What You Made Me Do。ということで今音楽を流しているので、こちらのツイートキャスティングの方はそのまま音声だけ入る。はい、こうやってやるんですね。はい、いろいろと機械が多すぎて、はいはい、頭がパンパンです。やっぱし声も素敵な声が出ますね。ありがとうございます。いや、もうまだまだ素人ですけど。これってやっぱりこういうアナウンス関係の専門学校出ないとできないんです。それがですね、僕全く素人なんです。そうなんですか。趣味で DJ をずっとやってたんで、こういう音楽を、それでちょっとお話が来て、で、小学生の時に放送委員とかはやってたんで、機材の使い方とかはすごい慣れてはいるんですけど、もともとアナウンスとかの専門ではないんです。喋りは未だにちょっと、そうですか、ね、もっとこうしてください、あしてください、いっぱいあります。うちなん中でうちなん中の感じしませんね。よく言われます。言われます。何時から来たのかね。はい、でも名前がキャンなんで。そうですね。はい、だから黙ってたら何時の方かなって。もうなんか色も白いですかね、最近は。もう顔立ちもなんか、もう顔の、眉毛が細いせいかもしれない。ちょっと産毛を抜いて、眉毛細くしてるんで。そうです。はい、もう家中の親戚とかもみんなも眉毛太いんですけど、はいはい、僕だけ抜いてたら細くなって。生えてこないですよね。そうですね。
あ、そのせいですかね。だって手入れは楽なんですけどね、はいはい、薄いところ全部抜いてるだけなんで。ただもう、でも小学生ぐらいからよく言われましたね、本土の方みたいっていうのは。お父さんかお母さんかでもないんですね。でもないですね、両方とも沖縄市出身なので、もう本当にもう先祖代々沖縄なんです。向こうでの生活もないんですか？生活もないですね、大学も県内なので、もうなかなか今度はもう遠征で行くぐらいで、陸上競技をしてた時に大会では行ったんですけど、はい、まあ、なかなか生活まではしてないので。やっぱり10名が10名言われますね。そうですね、言われます。あ、うちの方かな、でも名前がねと思いました。僕スタジオも田辺さんでした。あの方も内地の方ですよね、はい、そうですね、本土の方です、はい、でもう一人ベーグさんって方もいるんですけども、本土から、はい、結構本土出身者も半分ぐらいいるので、ここ会社はまだ早い、まだまだですよね。そうですね、もう 4,5 年ぐらいですかね。一応もう2周年目に入るぐらいだと思います。はい、同じ場所だったんですか？は、場所は、ま、いえ、場所、今の場所開局して多分もうそろそろ2年目ぐらい入るかなぐらいです。1年半経ったって言ってましたから、自分もちょっと半年ぐらいしか入ってないので。半年か、最近から見えるのであれ、はい、楽しくできたなって。半年もまだやってないんですけど、もう2年目迎えてる番組も結構増えてきてるので、はい、これから頑張って自分も目立っていこうかなと思います、うん、ではちょっと曲が終わるので。はい、お聴きいただいたのは、テイラー・スウィフトの曲でしたが、皆さんどうでしょう、このテイラー・スウィフトといえばですね、もともとカントリーでデビューされて、非常にポップミュージックの方には最近ですね出るようになりましたけど、なかなかこんなねちょっとハードな曲っていうイメージがなかったので驚かれたかと思います。ではまず早速ですね、お天気情報と道路交通情報の方に参りたいと思います。よろしくお願いいたします。失礼しました。ちょっとミキサー操作間違えましたね。はい。では BGM が入ったところで、お天気情報の方から参りたいと思います。本日お天気、の方ですね、割となんか曇りのち雨というか、ところどころにわか雨があるようですが、今日12日、曇りのち雨、東の風やや強く、後にですね、北東の風やや強く、曇り、夜の初め頃、時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴う雨だということです。で、波の高さがですね 2.5 メートルのうねりを伴う波の高さになっております。はい、で12時から18時の降水確率は 30% で、今後ですね18時から24時の、降水確率が 60% となっております。運転される皆さん気をつけてください。ところによりにわか雨により激しい雨が降ったりもしますので、スリップなど注意してくださいね。はい、では日中の最高気温が31度と、まあまあ涼しくなってきたかなっていう印象ではありますが、まだ30度超えてますね。非常に暑いです。で、明日ですね13日のお天気の方が、こちらもですね曇りのち雨ということで、北東の風やや強く曇り、昼過ぎ1時雨で、ところにより雷を伴うと。で、波の高さも 2.5 メートル。で、後に3メートルのうねりということで、明日からちょっと天気がね、少し荒れてくるんですかね。波の高さも上がるそうです。風が強いんでしょうね。ということで、降水確率が、0時から6時までが 20%。で、6時、12時が 30%。で、12時、18時で 60%。で、18時、20時で 30% と、また明日もですね、まあ、やはりところにより雨が降る予報になっております。で、朝の最低気温が27度。日中の最高気温31度と予想されておりますが、まあ、沖縄地方ですね、非常に高温の気温が続いておりまして、まあ、結構100年ぶりとか、まあ、報道されてますけどね、非常に暑いですから、まだまだ熱中症怖いですからね、皆さん水分補給と気をつけてください。で、そうですね、沖縄本島地方では12日昼過ぎから発達した積乱雲の下で、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
また13日かけて、高い波の高い状態が続くため、海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してくださいとのことです。非常にですね、やはり釣りとか皆さんレジャーされる方がいると思いますので、海で遊ばれる皆さんは注意されてください。では道路交通情報の方に参りたいと思います。道路交通情報、まずは沖縄自動車道の方ですね、高速道、こちら高速道の方は、目立った、そうですね、渋滞等はありませんね。はい、ただし工事等での規制はありますので、皆さん注意して運転されてください。では一般道の方に参りましょうか。一般道は、宜野湾周辺、こちらの方はですね、割と混雑やはり見えてきましたね。本日王者の交差点から前原交差点にかけて、こちら渋滞の方があります。で330の方もですね、金子交差点付近、非常に渋滞の方が見受けられますね。であと今日はライカムの方ですね、ライカム交差点付近の方で珍しく渋滞が起きてますので、こちらから漬け欄にかけて影響が出るものと思われますので、皆さん注意されてください。はい、茶炭の方もですね、今渋滞58号線渋滞しております。宜野湾市周辺、普段混み合うイスターとか、石平の方は今のところ通常通り流れておりますが、今後またね、混雑してくる恐れがありますので、皆さん注意して運転されてください。混んでてもイライラせず、自分のペースを保ってゆっくり運転されてくださいね。今事故ではね、すごい本土の方での報道も盛んにされてますので、皆さん安全運転が大事ですから、はい、イライラせず運転の方集中されてください。ということで、以上お天気情報、道路交通情報でした。でこの後は CM を一度挟んでですね、ゲストさんにお話を伺ってまいりたいと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。では一度ですね、 CM の方に行きたいと思います。では CM です。珍しく今日はコメントが入ってきてないんですけど、もしかしたらパソコンの不具合の可能性がありますね。こうして入ってくるんですか。そうですね、普段はもうこっちにポンポンポンとメッセージが来るんですけど、ちょっと拾えてないので、もしかしたらメッセージの方がちょっとエラーで出てない可能性がありますね。1分ほど CM があるので、はい、CM が明けましたらちょっと紹介を入れて、はい、先ほどのお話に参りたいと思います。こちら一番最初の部分は僕の方で、はい、この FM のところは全てアナウンサーが、はい、分かりました。その前に一度紹介入れてから読み上げましょう。20秒前ですね。はい、僕の方で毎回いきましょう。時刻は午後5時13分を回りました。 FM 宜野湾よりサザンブリーズをお届けしております。本日はですね、ゲストにですね、中大教より、岡田博子様がいらっしゃっております。ではお話を伺ってまいりたいと思います。皆さんは自分の退職金について、詳しくご存知でしょうか。意外と自分の退職金について知らない人が多いんですよね。そこで今日は中小企業退職金
共済制度、略して中退共制度という国の退職金制度についてご紹介いたします。今日は中小企業の経営者の方、中小企業にお勤めの方にぜひ聞いていただきたい内容となっております。中退協本部沖縄地域復旧推進委員の岡田さんにお話を伺います。岡田さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、中退協制度とは簡単に言うとどのような制度なのでしょうか。はい、中小企業は大企業と比べると退職金制度で儲けづらい、制度はあっても退職満足な金額を支払わないよといった場合があります。そのような悩みを私どもが運営しております中退協制度を導入することで解決のお手伝いをさせていただきます。なるほど、中退協にはどのようなメリットがあるのでしょうか。はい、中退協制度は法律に基づいて設けられた制度ですので安全確実であると言えます。信頼できるということはとても大切ですよね。掛け金は全額事業主が負担するのですが、その一部を国が助成してくれます。さらに沖縄市と宜野湾市でも独自に掛け金の助成をしています。また掛け金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税になるので掛け金を有利に積み立てられます。そして外部積み立て型で従業員ごとの給付状況や退職金資産額を事業主にお知らせするなど管理がとても簡単です。なるほど、確かに魅力的な制度ですね。どのくらい中小企業が活用されているんですか。これまでに昭和34年設立以来100万社以上の中小企業が活用しています。現在では約36万社、人数にして338万人が加入されています。沖縄ではどれくらいの企業が加入されているんですか。約3413社、25711人が加入しています。これは8月末の現在の数字です。ちなみに宜野湾市では約93社1772人が加入されています。やはりたくさんの事業主が選んでいるんですね。はい、パートタイマーや家族従業員も加入できることも多くの事業主さんに選んでいただいている理由かもしれません。働いている人も安心して定年まで働ける気がしますね。では皆さんが一番気になっているところだと思うんですが、退職金はどれくらい支払われるものなんですか。はい、中退協制度の退職金は16種類から従業員ごとに選択できる掛け金付き額とその給付付き額をもとに法令によって定められていて、基本退職金制度表を見ていただければ誰でも簡単にわかります。退職金の支払いも中退協から従業員の口座に直接振り込まれますので安心してお受け取りできます。会社を介さずに直接従業員の方に振り込まれるのですか。中退協制度についてだんだん理解できてきました。メリットは他にもありますか。はい、これらだけではなく中退協制度には初めて加入する企業に限り加入前の勤務期間分の掛け金を納付することができる通算制度や、従業員の転職時にすでに積み立てられていた退職金を引き継ぐことができる制度があります。さらに中退協制度に加入していただくと特典として中退協と提携しているホテル、レジャー施設を割引料金で利用することができ、従業員の福利厚生に役立ちます。そんな特典もついてくるんですか。そうなんです。いやもう本当にですね、もうなんかこの
中退強制度っていうのは本当にもう働く皆さんの安心のために、まあ、国が頑張って作っていただいた制度ということで、やはりいろいろですね、助けていただく、サポートしていただくメリットの方がいろいろたくさんありまして、やはり加入していた方がこの何て言うんですか、将来の不安を感じずにバリバリ働きながら自分の将来設計をしていけるような気がしてまいりました。今日は本当にありがとうございます。中小企業や個人企業の事業主の皆様、従業員の確かな安心のため、備えとして、ぜひ中退強制度をご検討ください。ホームページで制度の内容を分かりやすく説明した動画もありますので、一度チェックしてみてください。はい、お問い合わせ先なんですが、こちら東京の方の、本部にお電話番号がありまして、03-6907-1234。でももう一度いきますね。03-6907-1234。あとですね、沖縄の方は沖縄こちらの電話番号でもよろしいということで、080-1761-3626、沖縄支部担当の、岡田様の電話番号の方に、まあ、お電話をいただいても対応していただけるということですので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。本当にですね、こうやって国の方がちゃんと仕組みを作ってですね、やはり安心して働けるようにということで、今日はこの制度について知っていただこうということでしたので、今日はぜひ皆さんにですねお伝えして、中小企業で働いている方、またパートや自分の働き方に将来、このままで大丈夫なのかというちょっと不安を感じている方に少し情報としてですね、やはりこういう制度があることによって将来安心できますよということを、お届けできたらかなと思っております。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。でこの後はですね、またちょっとツイキャスの方を見てコメントで質問等にお答えしたかったんですが、ちょっとパソコンの方が調子悪いんですかね、今日一通もちょっと表示されてない状態なので、一度ここでですね、コーナーの方を締めさせていただいて、ツイキャスもですね、一度再起動を試みてみたいと思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。岡田さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひですね、何かこうお知らせがありましたら、こちらの FM 技能案利用していただいて、やはりこの働いている皆さんの安心のためにお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また呼んでいただければありがたいです。ありがとうございました。ではここで1曲参りたいと思います。はい、マドンナでガーゴンワイルドです。失礼しました。緊張しました。はい、ありがとうございます。間違ったりして、いいですかね。僕の方もちょっとアナウンサーでカミカミで失礼いたしました。すんなりといかなくて、やはりなかなかすぐっていうのは難しいですからね。大変です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またぜひですね、何か、はい、お知らせ等がありましたら、本当に、また、ご利用させてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕もちょっと勉強させていただきました。はい、こういう制度があるんだな。読谷入ってますよ。あ、そうなんですね。はい。入ってますし、徐々にですけど、はい、これは重要でした。時代っていうか、助成金があるってことに、魅力があるみたいで。そうですね。はい、これじゃ持って帰っていいですか。あ、はい、こちらいただいている資料ですね。あ、置いときます。大丈夫ですか。あ、いいですよ。あ、じゃあ僕ちょっと勉強したいので。あ、どうぞ、はい、じゃあぜひ、はいはいはい、ちょっと手元に置いて少し読んでみます。はい、なんかインターネットで東京の方に資料請求する方が多いんですけど、はい、沖縄は一人でやってるので、なんなりと緩やかにやってますけど、結構人気があるみたいです。これは国とか、はい、労働局とか県民とか、そこで宜野湾の商工会とか役所が後押ししてるので、はい、安心なんですよ。退職金かけて大丈夫かね、戻ってくるかね、不安がありますけど。そうですよね、これは大丈夫なので、国の助成なので、この心配は全然ないんです。こういった制度本当にもっと知っていただいて活用していただいた方が、そうですね、こんな喋り方が本当はいいんだけど、はい、なかなか怖いから
これ作ってもらったんですよ、東京音部の方は。いやもうでもやはり何回もやっていかないとこういうものは、ね、なかなか喋りっていうのは、はい、僕もまだ全然慣れてないので、はい、いつも硬いって怒られるんで、もう今日はもうそばにいて、はい、ありがとうございます。勉強させていただきました。こんなして流れラジオから流れてくるんだなと思いました。はい、どうも。僕も頑張って技術磨いておきますので、またぜひまたご利用させてください、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。すみません、一度ツイキャスを再起動しますので失礼いたします。